ここ玄関ですね。はい、暗いかな？あれ？今日はね、富士山三島東急ホテルに、宿泊いたします。ツインルームでございますね。ここに、ここに、なんだこう、洗面がありますね。何が入ってるの、これ。なるほど。歯ブラシとかね、そういう化粧落としとか入ってますね。これドライヤーとかね。そしてトイレ、トイレじゃない。トイレか。バストイレ、ユニットバスですね。温泉大浴場があるのでね、ここはまあ軽くシャワーでさっと洗い流すだけかな。はい。で、客室、絨毯敷きでね、今電車が見えましたね。ここトレインビューなんですよ。目の前が JR の三島駅。この下がですね、伊豆箱根鉄道の三島駅ですね。ちょうど今2本電車が入ってきました。向こう側、ちょっと囲いに覆われてますけれども、東海道新幹線の三島駅。そして残念ながら今雲の中なんですが、富士山がそこに見えるはずなんですよ。向こう側の山はね、箱根です。いやー、景色これいいな。で、窓際、テーブルの様子ですね。冷蔵庫ですね、ここね。ペットボトルのミネラルウォーターがプレゼント。それとツインルームですからね、ベッドですね。枕元、コンセントもありますし、空気清浄機。これは、ちゃんと、掛け布団がくるまれて寝やすいですね。で、富士山東急ホテルのマークの入った浴衣が置いてありますね。こんな感じでございますね。非常に居住性が良くて最高ですね。まだね、新しい匂いがします。はい、ということで、富士山三島東急ホテルのツインルームでございました。このね、東急ホテルのお部屋のグラスを今眺めてたら、なんとここ分かるかな、そこがね、富士山になってんですよ。ほら、山頂部が見えるでしょ。横から見るとこんな感じで、ちょっとき、あ、横から見た方がよく分かるよね。ほら、グラスが富士山になってんのね。すごいなと思ってね、感心しちゃいましたね。で、1階のショップで、わさび入りのビール売ってたんで、これね、これを飲んでみようかなと思って。わさびって書いてあるんだ。ほら、わびさびジャパンペールエールとか書いてあってね、わさびが原材料に入ってるんですよ。で、これを、どうなるんだ、富士山は。おお、すごいですね。でね、うちのかみさんに、飲んでもらおうかなっていうことですね。いただきます。トレインビューのホテルで。どう？おいしい。美味しい。わさびの味する？しない。しない。そんなわさびの味がね、思いっきりしたらね、びっくでりしちゃうよもね。飲んだ後になんとなく辛みがある気がする。はい、ということでね、富士山ホテル最高ですね。富士山ちょっとまだね、雲に隠れちゃってね。はい、以上でございます。綺麗な色。